何も考えずにやりましょうよ。じゃあやるか。やろうぜ。え、撮ってんの？撮ってるよ。撮られてる。ジンキン肉肉イエーイ。マッソウムキムキマッソウ。10年前、小さくて卑猥だった僕はいじめられてみんなに馴染めなかった。そんな僕のこと、唯一の友達で幼馴染のかすみちゃんはいつも守って優しくしてくれた。かすみちゃん僕、大きくなったらかすみちゃんを守れるくらい強くなる。じゃあ私はみちるくんに負けないくらい強くなる。犬。こうしてあっちが強くなったからこっちも強くなんなきゃって、あ、切磋琢磨してってし合ったんだろうな。あの日交わした約束を僕はしっかり覚えている。約束も、そして強くなったら君が好きだと告白する決意も。いいね。あれからもう10年。今日から高校3年生か。朝の筋トレを終えて制服に着替える。 SE なんなんだ音が服が縮んでしまったのか窮屈になってきた。いや、もう時計を見るとそろそろかすみちゃんが来る時間だ。もう脱げないでしょその服。みちるくん飽きてる？張り付いてるでしょもうこの服もう筋肉の隙間にめり込んでんじゃん。あ、可愛い声のままでやろうかな。じゃあドアの外から声が聞こえてきた。いつも時間通りですごいな。起きてるよ。ニコって声をかけるとかすみちゃんが部屋に入ってきた。いいな、 この並びいいな。いいな、画面がいっぱいだよもう窮屈だな。なんか後ろにオーラみたいな感じるもんな。なんか、ね、感じてるもんね。そう、オーラ出てるんだよ。家が近くて家族ぐるみの付き合いだから毎日のように顔を合わせる。けれど春休みにかすみちゃんは海外旅行に行っていたから、あのは久しぶりでドキドキする。制服から溢れるかすみちゃんの美しいボディ。確かに溢れてる。僕はなんで失礼な目でかすみちゃん見てるんだ。いやー、毎日のように会ってたから少し離れるだけで久しぶりな感じがするよね。そうだね、不思議な感じがするよ。あ、ダンベルの重さ100キロ上げたんだ。かすみちゃんがひょいっと片手で500キロのダンベルを持ち上げる。10年前の約束の日から強くなるためにずっと筋トレをしてきた。そしてかすみちゃんも約束の通り僕に負けないように一緒に筋トレをし続けている。うん、上腕二頭筋が喜ばなくなっちゃって。でかすぎる。筋肉って喜ぶとピクピクするからわかるもんね。それ喜ぶっていう表現なのね。なるほどね。独特。かすみちゃんがたくましい表情筋で素晴らしい笑顔になる。どういう？そうだ、お土産持ってきたよ。そう言ってカバンから取り出したのはチケット。お？何これ。旅行先でボディービルの世界大会を見に行ったんだけどね、なぜか私が選手として大会に出させられそうになっちゃったの。それ変な人に騙されそうだったってこと？いや、見た目が美しいからだろう。もしそうなら許せない。僕の大胸筋と三角筋と強鎖乳突筋が自然と力む。よくわかんないんだけど、その人は世界の、大会の一番偉い人で、私のことがすごく気に入ったから、次の大会にまた来てくれってチケットくれたの。スービキンと、広角化精筋と、過信化精筋が引きつってる。もしかして嫉妬でもしてるの？すごいな。やばい。新入学や。もうすごいな。筋肉の知識すごいな、マジで。筋肉から心理学みたいになってる。勉強になる。違うよ、かすみちゃんが無事に帰ってくれて安心したから
小胸骨筋がピクついたのを見間違えたんじゃない？ごまかし方独特すぎるだろ。でもね、変なナンパかなって思ってみちるくんの写真を見せて、彼氏いますからって言ったら、彼も連れてきてくれってもう一枚チケットもらったの。おお。僕の彼氏？ちげえ。一応サイドチェストなのね。サイドチェストしてるな。ドキッとして、腹直筋と外腹斜筋と大円筋と等速手根屈筋、そして大臀筋が引き締まる。お尻まで引き締まっちゃった。その様子を見てかすみちゃんはニコニコしながら田んぼ四肢筋や母子内転筋をピクつかせている。やば。僕の気持ち多分バレてるんだよな。筋肉のせいでな。筋肉が正直だからな。そう。でももっと強くなって、その時になったらしっかりと思いを伝えるんだ。でも本当に変な人だったな。私とみちるくんの写真を見ながら、アメイジン、ワンダフォー、ベストマッチとか叫んで飛び跳ねてたから。大丈夫なのその人？それにこのチケット選手参加券って書いてあるよ。そうなの？外国語苦手でわからなかった。みちるくんすごいね。そんなことないよ。嬉しそうに口角虚筋がピクついてるけど。僕は慌てて顔を隠す。まったく、かすみちゃんのからかい癖にはかなわないな。あ、いけない、もうこんな時間。ほんとだ、学校に行かないと。なんだこの BGM は。僕が気づけば急がないと遅刻してしまう時間になっていた。まあ私たちなら大丈夫でしょう。そうだね、だって僕たちには腸骨筋と大腰筋と小腰筋と大腿四頭筋と、いや、たくさんの筋肉省略がついてるから。ついてから。こっから下の筋肉全部省き事件ですね。省略すな。二人なら音速の壁も突き破れる。だってあの日の約束が強い決意になって僕たち際限なくマッチョにするから。学校まで競争ね。そんなこと言っていいの？いつも負けるくせに。今日こそ勝つよ。一日でも早く君より強くなってこの思いを伝えるまで。走り出した筋肉は止まらない。止まらない。おしまい。あ、なんか出た。バッチリ発揮ですね。エンブレム。筋肉マニア。もらっちゃった。もらっちゃったぜ。おもろ。このバッチは？このバッチは？何のバッチ？そう、のべこれで。貯めれるっていうやつ。これ普通に動画になりそう。勢いしかなかったな。なあ、本当に何も考えなくていいやつだった。